最近いろんな農家さん回ってるんですよ、多摩地域だろう、まあ、全国もそうなんですけど、そうするとやっぱり悩みをいろいろ聞くわけで、相続の話とか、やっぱり農地の維持ができないとか、ただ新規収納ってね、ある程度、やっぱり正直なところ、まとまって農地が欲しいとかじゃないと、継続、生産自体が、ね、できない、ただ、農家さん自体手放したい農地って、道路に面してないとか、結構奥まってるとか、点でバラバラとか、でもそういうのって全然マッチングができてない現状がほとんどです。まあ、僕自身ももともと農家でもないし、身近で農業してたわけでもないし、正直農業を職として目指すのは当初そんなに想定してなかったんですけど、散策でね、農道を歩いてる方が結構いらっしゃるんです。なんか軽い気持ちでもね、そういう興味持ってくれてる方が結構いると思うんですよね。もうちょっと畑をこう通り過ぎた時に気になっていたら、ちょっと顔出してほしいなっていうような感覚ですね。いいですね、寄り合い所です。そうです。